青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは。 BJ のウクレレ講座です。6弦テナーウクレレですね。アルペジオその2ということで、今回はですね、ベースをまたちょっと違う、こうオクターブでブンバン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 、これもウクレレにはできないですよね。こういう奏法があるんですけども、だいたいですね、6弦4弦と交互に、親指はこう弾いてます。この間にコードを入れていく感じです。っていう感じですね。はい、こういう奏法もありますので、ちょっと楽しんでいただければと思います。で、こういうのが大体できてくるようになると、曲にいろんな表情もつけられるようになるので面白くなると思います。はい、それからコードですね。これいつかお話ししようと思ってたんですけども、今回ちょっとまだ時間がありますので、コードのところ、実はこの後ぐらいの動画でしっかりと、コードについては理論的に説明をしたいと思うんですけども、4度上の音が出てます。 G はソなんで、ソラシド、ドは C なんで、 G のコードを押さえると4つ上のドの音が出るという感じなんですね。その辺はまた BJ がですね、このコードはこれに置き換えてください表みたいなのを今度作りたいと思いますので、それを見ながらですね、コードをこれピーって置き換えていって覚えていくというような感じにやっていただくと、今度はですね、ギターの時に、弾けるという風になっておりますので、ちょっと楽しんでみてくださいね。こういう感じで弾くとすごく、いろいろ幅が広がっていくと思いますので、ギターで楽しんでください。ウクレレ講座、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒さ